京から連続の4日間準優勝での攻防ということになります。ボートレース尼崎ボートボーイカップ2017、初日のメインカードを迎えます。第12レースは記者選抜戦です。1号艇は大場聡、2号艇伊藤誠司、3号艇斉藤仁、4号艇細川優子、5号艇岡村雅史、6号艇佐藤岡優希です。1、2、3、4、5、6、枠番通りの作戦待機行動。1号艇の大場が人気の中心に押されました。得意のインコース戦です。1号艇の大場、この外にコース、2号艇の伊藤誠司、さらに3号艇斉藤がこの外、このレースの後1点4号艇細川がさらに外に並んでいきます。3選手いずれもが前半レースはインから逃げての1着連勝を狙います。5号艇の岡村雅史はこの外に構えての5コース戦か。6コース周りが6号艇となって佐藤岡優希です。人気の中心、1号艇の大場がインコースに構えていきます。マスターズ世代の匠でありますが、1号艇大場、この外にコースに5号艇伊藤、3コース3号艇斉藤、スローはここまで。4コース角1が4号艇の細川です。そして5号艇の岡村が5コースの進入、2走目こそ実績、そのパワーを引き出してきているか。5号艇の岡村、6コース周りが6号艇となって佐藤か。3対3となりまして、内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。わずかに好タイミングを決めたのは2コース3コース2号艇3号艇か。1周1マークで入ります。先手を取る1号艇の大場に2コース2号艇刺して、3号艇外を回してくるのは斉藤、さらに外から5号艇の岡村となっています。バックセッチ入りましたが、先頭は1号艇陰線こらえました。大場聡、2番手追走2号艇の伊藤、3番手争いは4号艇3号艇5号艇その内からは6号艇の佐藤か。スタート正常でした。2マークは先頭で1号艇大場、2番手争い2号艇、3番手争いになりますが、内を通る6号艇に外逃げる4号艇、刺してきたのは5号艇岡村、ホーム設置へ戻っています。先頭1号艇大場、2番手2号艇伊藤、3番手争いは4号艇5号艇で2周目入ります。2周の1マーク、先頭は1号艇の大場聡、2番手追走2号艇伊藤誠司で、3番手争いは5号艇4号艇を分回して4号艇細川がここで一気にリードを広げます。上位台形1、2、4、4番手に5号艇岡村、5番手以降6号艇佐藤か、3号艇の斉藤が続いています。2周の2マークを先頭でクリアは1号艇の大場です。インを仕切りました1号艇の大場、2コース好スタートから刺した2号艇伊藤が2番手、3番手からは4号艇細川、上位体系1、2、4、後方からは5号艇3号艇6号艇となっております。最終周回に入りまして、1マークをトップクリアは1号艇の大場聡です。陰線からきっちりと押し切りました。人気に応えて1号艇大場、2番手から続くのは2号艇伊藤、3番手4号艇の細川に、4番手からもう一度詰めてきたのは5号艇の岡村ですが、4号艇の細川がここは踏ん張り切るか。ラストターンマークは先頭1号艇大場、2番手2号艇伊藤、3番手争い4号艇の外を行く5号艇ですが、オーム設置、ここは内側からこらえて4号艇細川、上位3艇1、2、4、先頭1番大場降臨、2着2番伊藤降臨、3着4番細川降臨、5番3番6番が五輪。以上、尼崎第12レースでした。